皆さん こんばんは、由良貴則です。今日はこのいきなり暑そうだなっていうコメントは誰で、今日は暑いよ、ほら見た、これ扇風機扇風機回してますから、はい、ドア閉めよう。今日はユーストリームの方はうまくいったので放送しておりますが、ただね、今日いろんなことやっててさ、もう今もうほんとレコーディングで忙しいのもあって、明日なんかいろいろありますね。 M ステ5位だったよ、おめでとうって、俺見てなかったんですけど、一昨日なんか年齢別のなんか M ステであったらしいですけど、見てないんですよ。どういうやつだ、ヒットした年の年齢がどうとかっていうやつなんですかね。見てないんですけど、忘れました。だって忙しかったんですもん。ですね、というわけで、昨日はですね、5月の7日土曜日でしたね。はいはい。で、昨日はですね、ちょっといろんなこと飛ぶ、33歳のシングル売上ランキングで夏の、33歳の時のみたいな感じですか。よくわかんないですけど、なんかチャギ&アスカーもなんか33歳がどうとか出てましたけど、まあいいや。それで昨日はですね、午前中ピアノのレコーディングっていうことで、ライブで最近弾いていただいた、大悟ひろみさん、夏川りみさんとかね、ずっとやってらっしゃる、なんかすごいピアノ弾かれるんで、来ていただきましてね、なんか1週間六本木のスイートベージュルで、野口五郎さんと一緒に、なんかコンサートライブやってたみたいですね。ずっとリバーブ入りっぱなし。今日それで昨日は午前中に2曲なんと2曲も、親父のメロン、かなりファンキーな感じで入れてもらって、あともう1曲は道っていうのがあるんですけど、道は2バージョン今度入れるんですけどね、バンドバージョンとアコースティックバージョンっていうのがあって、その、バンドバージョンの方にピアノ、割とモータウン系の感じの曲になるんだけど、かっこいいね。これはミッシェルがアレンジしてくれたんだけど、ちょっとかっちょいい感じになって、それをピアノ入れてもらってさらに良くなりましたね。それから午後はね、バニラスカイレコーズなんかで、よくヨシケンなんかが弦弾いてもらってますけど、篠崎大君のチーム、榊、渚ちゃんっていうね、彼女は、バイオリンで、なんか来週はドイツに行って演奏するらしいですよ。ソリストでも表で弾いてるっていう子らしいんですけど、その子と、あとその篠崎大君っていうね、チェロの子と、それから柳沢慎吾じゃありません柳沢高文さんね、ビオラ、名前間違ったらごめんなさい。で3人で来ていただきまして、多重録音しながらですね、弦を、それでこのブース、ここのブースでも1人入ってもらって弾こうって言ってもらおうと思ったら全然ダメですね、スペースが、弦3人ダメで、こっちのそのこの向こう側の仕事の部屋側の方に3人をなんとか場所取って座ってもらって、それを2回ぐらい重ねるっていうことでストリングセクションにするって感じにしよう。狭い、そう、狭かったよもうそこにエンジニアの玉井さんとか来てもらってさ、大変でした。でね、ものこう、俺は自分の曲をこうプロツールでこう取り込んでるわけよ、ストリングスをね、後ろ側でストリングスがブワーッと3人が鳴ってるのをヘッドホンでモニターしてるんだけど、ヘッドホン外すと生の音が直接すっごいいい音でさ、もういやー、なんかこう自分のアルバムのそのトリオやってるって、エンジニアもやってるっていうのは、失礼しました。なんかね、ごめんなさい、
フラッシュメディアなんだっけ、ストリーミングのあの例のやつ、それで、ね、それすんだよ、うんうんうん。というわけで、戻ってまいりましたが大丈夫かな。そんなわけでですね、今ゲームを聞いていただきましたけど、で明日はね、撮影なんですよ、いよいよ。でいろんなことやってたらですね、もうこの今日のニコ生の放送のことを忘れとるじゃないかみたいな感じで、思い出してしまいました。さてというわけで今日も歌おうと思いますが、もうすでに16分あと今日暑いね、本当に暑いからもう、夏がつくシリーズでね、いろんな夏がつくシリーズありますが、さあ、一発目、この間もやったけどちょっとね、夏といえば夏が恋したヴィーナスってのやってみようかなと思います。光る波打ち際、裸足のままではしゃぐエンジェル、熱い視線集めてる、誰もが君の虜になる。日焼けした肌に輝く汗、片手で拭う姿に My broken mind、 君は夏が恋したヴィーナス、思わずジェラシー、息もできないくらい抱きしめておくれ。 Please 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 me、 青い水平線、どこからか流れるサーフィン USA、 エメラルドの風の中、しなやかな髪をなびかせて、君の切ないハスキーボイス聞いてるだけで、すぐに fall in love、 君は夏が恋したヴィーナス、ついでにジェラシー、胸が張り裂けるほどハラハラさせて、 Please 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 me、 星が降るような夜空、二人で眺めて、君が流す涙を唇で受け止めたい、君は夏が恋したヴィーナス、思わずジェラシー、息もできないくらい抱きしめておくれ。君は夏が恋したヴィーナス、ついでにジェラシー、胸が張り裂けるほどハラハラさせて、わけで夏が恋したヴィーナス、ピンク似合うね、ありがとう。 この間原宿に、衣装を買いに行った時のシリーズです。これも半次郎で、これ平さん来たらいいですって言われて、ピンクですけど、ピンクですよね、大変ですよ。何が、はあ、というわけで、暑いです、今日は暑いです。
今日はところで皆さんどっから見てますか。親父のメロンが実は今日見事レコーディング全部終わりました。1曲目やっとミックスダウンに親父のメロンが旅立ちましたよ。魂ありがとうございます。もう神戸さん、名古屋、名古屋ですか、神奈川、宮城、宮城大変だね。ベッドの下からこらベッドの下からよくわかる。静岡、愛媛、東京、大阪、札幌、なんだこれメロンメロンって書いてあるの川崎、福岡、銀河系そうですか。じゃあ、次やりましょう。あの先週ね途中でメロンやって、なるほどね、途中で一番しかできなかった遠い夏を今日は全部やります。いや扇風機がなかなかいい感じだよ。これによく冷えたね泡の出るさねあれがあると最高だよな本当に、誰かお中元に送ってよみたいなはい、じゃあ遠い夏、これが終わったら泡の出る水風呂バカ野郎みたいなそれもいいね。ねえジャグジーってやつでしょ、いいですね。泡盛は沖縄じゃないいろいろ突っ込ますね君たちは。はい、沖縄もいいよな。じゃあ沖縄に行った遠い夏を、てか 2年前に初めて行ったばっかりじゃん。そうそう、ポスターだけは18年前に行ってたんですけどね、沖縄には、本人が行ったのは2年前ですよ。と太田道彦に連れてってもらったじゃあ遠い夏行きましょうこれ扇風機の音ってうるさいの皆さん、そっち側聞こえないでしょね。はい、行きます。あれ大丈夫ですか。はいはい、これでいいのか。遠い夏ってこれでいいんだよね。遠い夏引き潮のように思い出は消えていた僕を残して「あの頃は一人で」「あてもなく夢を探した」「つまらないゲームに」「僕はただ夢中だったよ」君がそばにいたからいつも自由に歩けたね。心に触れる大事なものに気づくのはなくしてからさ。遠い夏振り返るたびにこの胸を風が過ぎてゆく。優しくて笑ってる君が抱えてた悲しみさえわからなかった。陰りゆく街角人混みに君を見かけた。でもそれは
幻降り出した雨に消えたよ。星が見えない夜は君も見えなくなりそうで、瞳を閉じて描いてみるよ。もう一度抱きしめたい。遠い夏忘れない、きっと愛してる君をいつまでも。温かいぬくもりの中で幸せを知らず知らず傷つけていた。時が流れても、あの夏の二人は変わらない。遠い夏振り返るたびに、この胸を風が過ぎてゆく。優しくて笑ってる君が抱えてた悲しみさえわからなかった。遠い夏エコーなし？今日はエコー弱いかな？ちょっと入ってね。テス入ってでしょ。はい。遠い夏久しぶり。何分？あと3分しかないじゃない。ダメじゃん。また今日も。そうさっき歌いながらね思い出してたんだ。あのそうだ、5月の15日って来週の今日だ。来週の日曜日だよね。あのTBS の番組があるのが。で、あれってちょうどこの番組、このニコ生と同じ時間じゃないかということで、終わった後にしようか。終わった後にいろいろ見て、なんだかんだって言ってもらったら楽しいかな。だから、あれね、確か8時から9時までだよね。だから、9時からやる。来週ね。細日。はい。で、何が映るか僕も分かんないんだけど、どんなものが映ってしまうのか分かんないんだけど、結構面白いんじゃないかと思うんで、だから来週。あとね、そうホームページが急にさ見られなくなってるんだよね。なんか皆さんとこう、もし俺のペーパーアイランド行った人、あれ見れないってなってないですか？俺のとこだけじゃないよね。あ、番組はねクイズタレント年間だったと思う。カラオケ、歌われるまで帰れませんっていうやつ。あ、見られた。じゃあ俺のとこだっか。ちょっと調整してみよう。
あれカラオケで持ち歌を歌われるまで、帰れないってやつ、新宿のね、あるカラオケボックスで、12組のアーティストが6つの部屋にカメラを設置した部屋で、誰かが歌われたら、歌ってもらったら、持ち歌歌ってもらったら帰れるっていう番組で、俺たちは、俺は、10時間後に帰りましたけどね。そういうね、だけど、その歌手の人たちがカラオケボックスにいるわけですよ、待機してね。だから、いろいろカラオケ大会とか始まりとか、立ったりとかしてね、すっごい面白かったの、俺。なんかそれが放送されるからぜひ見てほしいなと思います。それからあとは何だろう、6月11日は銀座のミーヤカフェでライブやります。それからあとツアーがそろそろ決まってきたんですけど、東京は8月26日、新宿、高野屋、土曜日、金曜日になります。金曜日の夜にします。それで今年は東京ファイナルにして、最初は京都に行こうと思います、京都の聞いて関係者の人ちょっと今から組まなきゃいけないんだけど、10日に京都、11日高松、12日広島呉で、チャリティーで300人ぐらいやります。それからその後三原で、13ぐらいにやって、福岡が、その次の週と佐賀、長崎行ってもう一回福岡でやろうと思います。それから、帰ってきて東京で、26日ファイナルバンドでガシャーンとやろうと思うので、これから組みますが関係者の皆さん一つよろしくお願いします。今俺アルバム手一杯でちょっと遅れてるんですが、それから皆さんも、ぜひ来てください。じゃあ今日はどうもありがとうございました。我々これからビール買いに行って、ちょっと涼みます。今日もありがとう。来週また来週9時から。では。